皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。私普段は国語を教えてないんですけれど、今回中学3年生の定期テストの範囲に奥の細道が入っていたので、この奥の細道って覚えちゃえば点を取れるので、ここでちょっと子どもたちに話をしようかなと思って、図書館に行って松尾芭蕉についての本を3冊借りてきて読んでみたんです。大人向けの本ですよね。字細かくてね、情報量細かすぎて、3冊をどうまとめたらいいかちょっとわからなかったので、困ったなと思って、今度はね、松尾芭蕉の小学生向けの伝記、これを借りてきました。これ役に立ちました。で、子供向けだと思って侮れないですよ。なぜかっていうと、まず子供向けなので文章が優しい言葉で分かりやすく書かれている。これ大切ですよね。そして幼少期から亡くなるまで、ね、時の流れに沿って書いてあるので、いつ何をした、でこんな人と会って周りの人は芭蕉をどう思っていたか、芭蕉はどんな生き方をしたか、これが分かりやすいんですよね。で、これと前に読んだ3冊と合わせて、ね、これまとめてみようと思ったんですよ。具体的にはどの部分をまとめたかというと、山寺の静かさや岩に染み入る蝉の声、この句ありますよね。これ実はね、最初この通りじゃなかったんです。山寺や、ね、これで始まっています。岩に染みつく蝉の声、これが添削されて静かさや岩に染み入る蝉の声、こうなったそうです。それからレンガについても子どもたちに分かりやすく説明することができました。日本の詩の中に短歌ってあるでしょう。短歌は57577、31音でできている詩ですよね。この短歌を2人に分かれて作った、これがレンガです。具体的にはどういうことかというと、まず最初の人が575の部分、これ上の句、これを読んだら、次にそれに続けて別の人が77の下の句を作る、こういう遊びなんですね。そして2人で1つの短歌を作ると、こういうことだったんです。この説明で子どもたちも、あ、分かりやすいと言ってくれました。またこのレンガのホックの部分、最初の575の部分ですよね、上の句の部分、これが独立して俳句になったそうです。まあこんな風に今日は国語の授業をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。